やつらが今年もやってくる。立ち上がれ棚橋、やつらを倒すためにニオワンクライマックス、ここに開幕。100年に1人の逸材棚橋博士&デオドラント界の逸材デオドラント Z VS、 嫌な汗の匂いと脇汗のダブル攻撃、匂い筋マン&マスク・ザ・脇汗、全人類注目の対決が実現。マスク・ザ・脇汗ですか。あいつを止めるのは難しいです。俺たちはトレーニングでも試合でも体をいっぱい動かしていつも汗をかいてるけど、そもそも汗を止めようとしても完全には止まらないんですよ。それに汗をかくって気持ちいいし、体にとっても大切なことだと思うんです。だから今回は作戦を変えます。なんせ強い味方がこっちにはいるんでね。汗のやつら蒸発させてやる。匂い筋マンとマスク・ザ・脇汗ですか。強敵ですね。でも大丈夫、デオドラント Z がとっておきの必殺技を棚橋選手のために開発しましたから。匂い筋マンには汗殺菌スタミナ技術、脇汗には汗を止めずに乾かし続ける持続型ドライメッシュ技術がありますから。止まらない汗は止めずに乾かす、これが最大の秘密です。奴らには絶対負けません。さあ、汗と匂いとの頂上決戦、今その戦いの火蓋が切って落とされる。棚橋博士とデオドラント Z が汗と匂いに挑むニオワンクライマックス、まもなくゴング。 Z 愛してます。男も女もこれでバッチリ、匂わせなー。